帰り、どうだった？すれ違いでした。すれ違い？着いたらこっちに向かって出た後でした。友達？ええ、浦海司っていう大学のやつ。そういや、さっき一人君を訪ねてきたな。マジっすか？ひのりちゃん。なんだ、ひのりか。なんか違うんだな。でも何か話があるって思い詰めた感じだったよ。みのりが？不安？別に。そういや、みのりちゃんの前にも一人来たな。え？なんか名前は聞いてないんだけど、大学生くらいの真面目って感じの。司だ！どこに？どうしたんすか？どうって、矢口リスムってここにいませんかって聞いてくるから。ええ、いませんよ。そしたら。そうですか。なんで戻ってくるって言ってくれないんですか？知らないわよ、ここに戻ってくるかもわかんないのに。逃がした魚は大きい。大きすぎる。そういや、コンビニ行くって言ってたな。コンビニ、そこだ。10分経過。どう？はい。司が来たのって何時くらいなんですか？40分くらい前かな。いるわけないじゃないですか。アイスコーヒーください。汗かいた。メールしてみたな、その司くんに。何回もしてますよ、返信来ないけど。そっか。そういや、ここ2時間くらいしてないな。ダメ元で今どこ届け。今しましたよね、着信音。うん、これが司くんの着信音？いや、知らないですけど。どこっすか？ここじゃないわよ。地下2階？またそういや、地下2階もあるんすねって言ってた。ありえますね。2分後。あった？スマホだけ。それが司くんの？知らないけど、多分。なんなんだよ、もうすれ違ってばっかじゃねえかよ。メールしてみたら？スマホここにあるんすよ。怒んないでよ、私のせいじゃないんだから。すいません。飛び来た。